松田学です。今ちょうどですね、自民党総裁選、始まって初盤戦のところでして、収録しているのは9月の14日の土曜日なんですけれども、多くの人がもう小泉さんか石破さんかと、まあ、そういう調査もたくさん出てきているもんですから、じゃあ実際どうなのか、もしかしたら違うかもしれないという話も含めてですね、本日は門田隆首相さんにですね、ズバリこの総裁選の模様を語っていただくということでお越しいただきました。どうぞよろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。いろいろ情報を取られて、ると聞いてるんですが、確かあれですよね、どちらかというと、加藤さんはこの高市さんと、高市さんともう、去年の12月、計画したのは9月、ちょうど1年前なんだけど、はいはいはい、12月2日の福岡でのダブル公演を含め、全国13カ所で、やって、2000人大会を何度もやり、1000人大会もあるし、もうすべて満席で、全国各地でやらせてもらいましたので、別に陣営じゃありませんが、その雰囲気はよく分かっておりますので、高市さんへの期待というのは、国民の期待ってのはよく分かってますので、はいはい、で今ほらテレビ局とかのアンケート調査とかが、全くデタラメなの で実態を反映してないので、それも含めて、言わせてもらいますけど、ちょうど昨日ですね、この日テレがその党員党友調査、っていうのを出して、それでこれ1週間ぶり9月5日にやってで、これは、1週間前、告示1週間前、でそして告示日、この9月12日、それの2つもすでにやって、これからもやっていくんですけど、この日テレのこの調査だけが他のマスコミのやつと違うわけよ。何かというと、その JX 通信社っていうのが協力してて、党員に聞いてるわけ。はい、党員ですね。うん、はい、なるほど。で、ここで、なんで、党員名簿持ってるんだ、っていうことで、さまざまな、この、あれが、言われてるけど、表向きはいやいや違いますと。一般の世論調査を実施して、その中で党員といった人のやつを集めてますって言うんですけど、もしそれ本当にやってるったら、10万人とか20万人聞かなくちゃいけないので、それで1000人になりますから、いや、あなた持ってるんでしょって、聞かないけど、そうなんでしょっていうのは、まあみんな思ってるわけです。ただね、この、この日テレとその JX 通信社の、これ毎回当ててるわけ。そうですか。前回も、前々回も、その前も。そうですか。だから、前のだから党員名簿を多分まあ持ってると思うんだけど、いや、俺は持ってないよって、ああ、そうですかって言うしかないんですけど、あまりにもその、結果と予想が、もう被ってんの。なるほど。だからマスコミのそのいい加減な調査っていうのは、そのなんで私が言ってるかというと、例えばその石破さんっていうのは、主張してることが立憲民主党の言ってることとほぼ同じなので、立憲民主党の支持者にとってはもうダントツで人気があるわけです。野党側の人たちは、この一番人気があるのは石破さんなんですけど、それ自民党員と全然関係ありませんから。だから、石破さんが高く数字が出たとしても、それは別に、この党員、自民党の中でそんな人気があるってことには全くなりませんので。なるほど。で、重要なのはこの日テレと、JX 通信社の、その、調査で、私たちも、それだけは、ちょっと注目するわけ。あ、そうなんですね。日テレのやつは注目するわけ。それの党員党友調査なんですけど、今、党友ってのはいないから実質党員調査なんだけど、これの結果はちょっと関心があると。他のやつはもうあんまり関心がないわけですよ。なるほど。はい、で、その結果で最新の、今出してもらうとね、これわかると思いますけど、最新のやつで、その、石破さんが1位で 25% なんだけど、2位が高市さんで 22%、で、3位が小泉さんで 19% っていうんですけど、あとはもう、この3強の争いっていうのはもう、これ、
みんながもう分かってますので、この3人の戦いなんですけど、はいはい、問題はその1週間前、はい、この高市さんがこれをやる前、出馬記者会見をやる前のその1週間前の調査だと、これがあの違う数字なんですけど、1週間前のやつは1位が確か 28% かな、あの石破さんで、それで2位がこの 18% の小泉さんで、 17% の高市さんが3位ということで、ほとんど拮抗してるわけ、あ、はいはい、2位3位が、はいはいはい、それでそうすると、それが1週間前なんだけ どこの1週間前、からこの1週間でどうなったかというと、はい、高市さんが5ポイント上げてきたわけ、うん、それで石破さんは3ポイント下げてきたわけ、はいはいはい、で小泉さんは1ポイント、まあ、あの微増してるんですけど、うん、要するに高市さんに勢いがあるわけです。なるほど、うん、でそれはもうもともと予想されていた通りで、あの論争というか、あの具体的な政策になってきたら高市が他を圧するだろうっていうのは、まあもともと言われてたわけなんだけど、あ、今ありますね、これの前回1週間前は高市さんが 17%、はい、そうです、これが 22% に上がった、ね、だから5ポイント上がったわけですね。5ポイント上がって石破さんが28から25に3ポイント下げたということですね。これで小泉さんは18ポイント、19、18、1ポイント上がったわけなんですけど、高市さんが9月9日にその記者会見やったので、あそこで非常にそのパンチのある、しかもその具体的、ね、具体性と、うん、そして国家の領収が何をしなければならないのかっていうことをきちんと話しましたよね。うん、そうですね。そして、うん、最後の、ま、この説明のところで、はい、その私たちは誰かが守ってくれた未来を生きているということを、普段これ私と高市さんとのダブル講演会で、高市さんが必ず言うことがあるわけです、はい、それは何かというと、はい、その皆さんと、その会場をもう満杯で埋めてくれてる、その、まあ、東京 の、 あの文京シビックホールでもやった時なんか2000人の人が詰めかけてくれたんだけど、その人たちに何て語ったかというと、私たちここにその出会えたことがこれ奇跡なんですっていうことを彼女は説明するわけ、で私たちのお父さんお母さん、そのまたお父さんお母さん、そしてそのまたお父さんお母さん、誰一人が欠けても私たちはここで出会うことができませんでしたっていう話をするわけです。先人が守ってくれた日本、はい、ご先祖様が守ってくれた日本、うん、そしてそのおかげで私たちが生まれて、そしてここに出会える、うん、ここで出会えるっていうことは本当に奇跡なんですよっていうことを切々と高市さんが訴えるわけですよ、うん、で私たちがここでいる空間、そしてこの日本というものが、はい、どういう人々の、いわゆる先人ですけど、思いでこれがつながれてきて、はい、そして私たちはこの一つの時代を預かっているに過ぎないんですと、うん、これを本当にこの日本を次の世代に渡していくことが、私たち現代に生きる、今を生きるこの私たち日本人のもう使命なんですよっていうことを切々と訴えますよ、うん、なるほど。だからそれがそのあの記者会見の時のあの最後の締めの、うん、この皆さんその映画をご覧になった方は、うん、もうご存知だと思いますけどって、あの女子高生がタイムスリップしてトリップして、それで1945年の日本に行って特攻隊と、うん、あの恋に落ちるその叶わぬ恋のあの物語見てる方はご存知だと思いますけどって、うん、私たちは誰かが守ってくれた未来を生きているということを忘れてはなりませんって言ったじゃないですか。なるほどね、うん、だから、うん、自衛隊の あの服務先生をそらんじましたよね、とあの、はい、この服務先生その時にあたりては
この身を持ってってこうずっとあれするもう副務先生、これを自衛隊の副務先生を毎日私は、うん、あの言うことになるでしょうというその総理のその彼女の基本は国民の生命と財産、うん、そして領土領海領空資源、うんうん、そして日本の主権、そして日本人の名誉、うんうん、これを守るのが政治家の使命なんだって最初から言ってるわけだから。なるほどね。だからそれを途中で自衛隊員のあの副務先生もそらんじて言う、そして最後はそのあれだけ詳しい政策をですよ、あの誰よりも詳しかったですよね。そうですね。もう数字を交えながらもうずっと言い続けて、うん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 、その政策と政策論を語った後でこれをこの映画の言葉ですよね、うん、私たちは、うん、なるほど、うん、誰精神もあれば、うん、そうです、誰かが守ってくれた、うん、未来を生きてるんですっていうことで、うんうん、私はああ高市さんだなと思って ね、 なるほどね。もう全国13カ所でそれこそ満杯の中、はい、あれ公演を一緒にやってきましたので、うんうん、ああ高市さんらしいこの出馬会見だなと思ってね、うんうん、そういうことですね、うん、で確かにあの高市さんが今伸びてきてるっていうのは党員に聞くとこういうふうになるんですが、うんうん、まあ、そうなると、うん、まあ、決選投票で、うん、もしかしたらあのもしかしたらじゃなくて高市さんは残る可能性が高いというか、うんうん、まず残るでしょうと、うん、でどっちかという、まあ、でもう一人は石破か小泉かどっちかわからないけど、うんうん、でそうなると次は決選投票で、はいはいはい、これはもうあのいわゆる自民党の国会議員ですから、うんうん、彼らがどういうふうに判断するか、ね、そうですね、これ、うん、高市さんへの票は、うん、この麻生派が来るっても言われてるじゃないですか、はいはいはい、麻生派がこれ政治信条から言っても、はい、そして菅さんバックの方になりますから、うん、この小泉さんにしても石破さんの方にしても、はい、そうするとそこには乗らないわけだから、はい、麻生さんは決選投票は結束して一致してやるっていうことをもう、うん、あの宣言してますから、はいはい、幹部方たちには。あ、なるほど、うんうん、それはきちんとやれよって言ってますから、あ、これはだからただ河野さん、河野太郎さんはそれは高市さんにはあれ来ないから数名あの転げるところはあるかもしれないけど、うん、54名のうち、うん、50名は固まるんじゃないですか、うんうんうん、あ、それを含め旧安倍派も、うん、あのもう高市さんに動いてますよ。あ、もう動いてるんですね。動いてます、動いてます。だから、それは表面には全く出てないので、うん、表面出てない、出てない、全く出てないので、うん、それぞれがこの、うん、まあ、派閥の領袖っていうのはその、まあ、いないわけだから、うん、それぞれのその、このグループの長がそれぞれいた、それぞれが結局、うんうん、高市で動かざるを得ないということになってきてますよね。そういうふうに、うんうん、全然この報道では見えないですことが、うんうん、自民党で動いてると、うんうん、動いてる。だからなんです、ね、福田康夫、まあ、美中派の福田康夫さんはこれは、今コバホークをやってるけど、コバホークが落ちた場合は、それは向こう側に行くと思いますけど、うん、あ、確かに、うん、だけど、はい、それで何十こぼれるかって言っても、はい、もともと100ですから、うん、最大派閥ですから、そうですね、うん、これはかなり大半高市に結果的に集約されてくると思いますね。今9人立ってる中で考えるとコバホークもいればなんとかになるんですけどね、うん、決選投票になれば、うん、そうですね、確かに、うん、だからそこで、うん、そのいわゆる保守票ですよ。で、この積極責任ある積極財政を実現するその、うん、いわゆる積極議連ですよね、うんうんうん、それからあの国益と尊厳をこのあれする、はい、いわゆる守る会ですよね、はい、それから保守合同の会とか、はい、こういう政治信条が小泉とか石破とか、うん、あのこの一緒になれない人たち、これ150、60、うんうん、
70って、そういう勢力がありますから、その人たちはまあ安倍派だったりいろいろするわけだけど、これ、この3つ の, その保守系の議員に、この参加してる人たちって、重なってるやつ全部覗いていっても、はい、そのぐらい150、60、軽く超えますから。なるほどね。まあ、あの旧安倍派という塊と、それからもしかしたら麻生さんのあたり。というふうになってくるわけですが、うん、あとあのあれですね、あのもう本命と言われていた小泉さんとか、うん、石破さん、この、うん、意外とそうでもないっていう感じがしてるの、これどういうことですか、うん、これどういうことかというと、あの今までそのさっき言ったそのマスコミのその、はい、石破揚げですよね、石破揚げの、うん、揚げその、はい、石破揚げの、これ一生懸命、まあ、マスコミはやってきたわけなんだけど、それはまあ石破さんっていうのは朝日新聞が押し上げたような人で、常に朝日新聞のコメントというか、その安倍時代だ、いろんな時代に鉄砲で後ろから、うん、あの弾を撃つっていうのは何かって言ったら、うん、朝日新聞が期待するようなことを朝日新聞市場で言うわけですよ、ね、それでこうあれすると、うん、で、まあ、野党の人たちには人気があるということで、うん、それで石破って一生懸命ずっとやり続けたわけです、はい、で、はい、それにあそうなのって思ってるあの人たちもいるので、うんうん、そして、ああいうえを順で言うと、いつも一番最初に出るからもうプッシュオンでもうそのまま石破が出た時に走ってるって言ってポンと押してるわけですよね。これなんで青山さんも押し続けたってさ、それの前に青山って来たら青山さんが、もうあれなんか、それでテレビ局が嫌がってた説っていうのが、なんで前から青山さんが出馬表明してるのに、あれにこのアンケートの中に入れないんだって、いや、それは青山さんだからだろうみたいなことを言われて、それは青山さん、それは腹立ちますよ、それ。ふざけるなって思ってね、あの、NHK に対しても。メディア持ち上げたわけですよ。そう、メディア持ち上げましたと。で、それで、このフワーンとした石破さんの、その、まあ、フワーンとした同情論。うん、要するに反感びいき、もうそろそろさせてあげてもいいんじゃないっていう人たちの中で、まあ、数字がまあそれなりに作られてきてたんだけど、実際のこの政策論争、打ち出してきた政策、その発言とか、この石破さんと小泉さんがあまりにすごいじゃないですか。金融所得課税いきなり行ってみて。はい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 。それで、袋叩きにあったら、いや、あれは1億円のどの子のって、もうすぐ、あの、言い換えるし、それで、東京と、あの、平城に、あの、この、事務所をさ、開設するとか、平城と東京にさ、あの事務所を開設するとか、そういうめちゃくちゃなことを言ってるじゃないですか。だからこれほらに日朝国交正常化促進議連のまま言ってるわけですよね、はい、だからこのまま行くとなんで事務所を開設する必要があるのっていうことをまともに答えられないわけじゃないですか。要するに日朝合同委員会を作るっていうんで、岸田さんがその、はい、あれですね、そこにもアメリカをぶち込んで、そのあれを作るって、はい、それ前提が間違えてるわけでしょ、うん、調査しなくたって、うん、北朝鮮は全部知ってるわけだから、はいはいはい、どこの招待所に入れて、どういうふうな生活をしてるかって全部分かってるわけだから、うん、そして一般人と結婚させた人はここにいるって、もうすべて分かってるわけで、うん、何の調査委員会も作らなくていいし、事務所も作らなくていいので。必要がないことは北朝鮮の専門家はもうみんな分かってるわけです。あ、なるほどね。そうすると、じゃあ、北朝鮮、新北朝鮮のその石破さんがなんでそんなことを言い出したのって言ったら、うん、まあそこには利権がありますよね。あ、要するに、これから巨額の、その、もし、それで、この援助、経済援助がもし始まったら超単位ですよね。はいはい、そうするとインフラ、あ、もうダムから始まって鉄道、ダム、道路、もうありとあらゆるものを日本企業が作ってあげるわけですよ、うんうん、6兆円で
の6兆円の ODA で中国のインフラを全部整えたのと同じですよ。それで今日本は中国にもうパックリ食われそうになってるわけだけど、それと同じことをやろうとしてるわけで、やろうとしてるって何かというと、企業が儲けたいから、儲けになるわけだから、自分とこの国の金で自分たちが儲けて、それでインフラを全部整えてあげましょうという、そういう大利権構想なわけじゃないですか。なるほどね。北朝鮮とのそのあれって、だから東京都平城に事務所作りますって言ったら、誰が一番反発したかって言ったら、家族会が反発したわけですよ。分かってるから。なるほど。何のそんな事務所を作る必要もありません。やってくれるなら圧力を強めてくださいと言ってるわけです。そうですよね。うん。だから、そういう利権集団がバックにいるっていうことが家族会にも分かるし、そして専門家たちにも分かるわけで、それがだんだんバレてくるわけですよ。なるほど、なるほど。それで小泉進次郎氏に至っては、はい、この選択的夫婦別姓と、解雇規制の緩和で、はい、もうボロ出しちゃったわけです。出しちゃいましたね、ボロ。ボロ出しちゃったの。はい。それ何かって言ったら、まあ選択的夫婦別姓のことから言うならば、選択的夫婦別姓を小泉さん、過去言ってませんから、これ滝川クリステルさんと結婚して以降のことですから。なるほど。だから、その、彼が、じゃあ選択的夫婦別姓、いや、選択的夫婦別姓っていうのは、親子別姓、兄弟姉妹別姓、すなわち家族別姓制度ですよと。あんた、それ分かって言ってるんですかと。いうことなわけですよね。そうすると、ここで戸籍破壊が進む。そして、最初は選択制だけど、これがありの一決で、こうどういうふうに広がるかとか。もう左翼勢力のやろうとしてること、左翼勢力は何をやろうとしてるのかというと、野党がなんでみんなが選択的夫婦別姓、ガンガンやろうとしてるのかって言ったら、さ、戸籍制度の破壊なわけ。それ家制度の破壊なわけ。そうですよね。うん。で、日本国の強固な戸籍、そして、社会の最小単位である家庭、家族、これを破壊することによって、で日本国のこの破壊を目指してるわけだから、はい、左翼勢力はそうなんだから、はい、反日亡国論ですから、はい、全くその通りですね、うん、だからそのもう私ちょうど、あ、今日持ってきたかな、ちょうどこの8月にですね、はい、ちょうどこれを出したんですよ。狼の牙を俺って、これ前出してたやつの、はい、文庫版なんですけど、はい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 、これが8月30日に三菱重工爆破事件から50年経ったわけ。うん、それでその50年を前にして、霧島聡が今年の初めに出てきたじゃないですか。あれ50年を間もなく迎える直前に出てきて、そしてこの俺は霧島聡だと言って、東アジア反日武装戦線、この反日亡国論の塊ですよ。うん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 、それの系譜は今も日本のマスコミにもいて、左翼にもそれがいるわけだから、これぜひ読んでほしいんですけ ど、はいはい、その勢力が、その選択的夫婦別姓、これで戸籍制度を破壊し、そして家族をバラバラにして、うん、で、まあとにかく世界で最高に精緻な戸籍制度、もうこういう戸籍制度日本以外ないですから、うんうん、そうすると、これを破壊して、根底から破壊して、そしてゆくゆくはまあ女系天皇にまで行くわけだけど、彼らは。そういうのがもう分かってる人たちは、常にそういう論評をしてるわけですよ。そうすると、その自民党員の中にもそういう関心の深い人がいるから、小泉さんがじゃあ選択的夫婦別姓出してきましたって、あーと、左翼リベラル勢力であることはもちろん分かってたんだけど、ここまではっきりやるのかということで、まあ戸籍制度の破壊に向かって突き進むわけですよ。で、それ1年以内にって、いや、1年以内にって、マスコミがここでも嘘の調査をしてるわけ。松田さん、どういう嘘か分かる？嘘。マスコミが嘘の調査。これはさ、松田さんにさ、松田さん選択的夫婦別姓は賛成ですか反対ですかって言われたら迷うじゃない、う
そりゃそうでしょうね。それで松田さん、どっちですか、はい、言ってください。というふうになりますよね。うん。そうする。あと、多くの人が、ま、通称使用と、そうなの。の区別がおっしゃる通り調べてる。そうなの、この二者択一でパッてさ、聞かれたら、松田さんですら、ちょっとドギマギするじゃない。だから、まあ、選択的だからいいかな、みたいな。どういう聞き方してるんですかとか言わないで。そうすると、2022年に、もうちゃんと内閣府がきちんとした調査やってるわけ。それ何かというと、賛成か反対か、と、それで、通称使用の、拡大、現行のままでいいけど、通称使用、旧姓のままいろんな手続きが全部できるで、不便ながなくなるように、あれが していいですかっていうやつで、これ、きちんと聞いたら、なんと、40何%で、ほとんど 50%、半分が、通称使用を拡大して、旧姓のあれを拡大して、それで、現状のままで、通称使用を拡大してっていうのが、もう47とか8とか9とかそのレベルですよ。それで、この選択夫婦別姓、賛成と反対はほぼ同じなの。はいはい。27、8% 同士で、賛成と反対とは、このほぼ同じなんだけど、大半は、現行のままで通称使用の、旧姓使用の拡大をお願いしますって。そうすると、反対してる人と現状維持でそのあれしてる人合わせたら、7割超えるんですよ。だから、賛成反対だけで言われたら、いや、俺どっちで答えればいいんだ、選択制だから、まあ賛成でもいいかとかって、松田さんですら思うわけよ。そうですよね。女子的に考えたらね、自分の子供はどうするんだってみんな思いますよね。いや、だから私はもうずっと提唱してんだけど、街を歩いてる中学生、高校生に、聞いてくださいと、家族の名字がバラバラになるのがいいですか、それとも今のままがいいですかって、90% 以上今のままでいいって言いますよ。だって兄弟で名字が違ったり親と名字が違ったら嫌ですよ、それ誰だって。そうですよね、だから、嘘なわけよ、マスコミ その調査の7割が賛成で、だからそこに小泉さん自身が騙されてる。そういうことですね。うん。それでその、今まで言ったことがなかった、小泉さんが急に選択的夫婦別姓、1年以内にやるっていう、決着をつけるっていうことを、それ言い出したもんだから、あなた誰に言われて、これ言ってるんですかと。この雇用規制の緩和もそうですよ。ああ、はいはいはい。これはね、私ね、予想してなかったの。松田さん予想してた？いや私ほら選択的夫婦別姓は、これをね2週間ぐらい前に急に言い出したから、2、3週間前に、あ、これやるんだなってことで、バカだなと思って、思ってたけど、雇用規制の緩和って、もろ派遣時代を、この作った、この小泉時代、親父さんの時代、そして、もうロストジェネレーションですよね。結婚のできない、その、派遣で正社員になれない、この世代があるじゃないですか。非正規世代ができちゃう。非正規世代。それを作った親父のそのやり方に、これ、それ反省してんじゃなくて、それをさらに進める。ということになりますよね。その、スキルなんとかみたいなさ、リスキリングのそのなんとかって言ったって、だって人が足らないのは、介護とか肉体労働とかあっちの方なわけだから、そうなんですよね、ホワイトカラーの方は余ってるわけだから、それの首を切りやすくするっていうのが分かるわけじゃないですか。企業にはメリットありますよ、大企業には。けれども、これが、その一生懸命仕事してるけど、能力がまあ問題で窓際族にされたり、いろいろそのニールホワイトカラーとか、まあこれ首切りやすくしますとかって言われたら、辛いですよ、松田さん。そうですよね、一般の国民みたいですね。だからこれで締めたと思ったわけ、野党が。そうだ、あ、そうね、野党が締めたと思った。野党に攻め口を与えましたね。野党が、これは小泉政権ができたら、
選挙に勝てるっていうことで、うん、私も野党の方にも友達がいるので、はいはい、誰がいいって言ったら小泉がいいって言ったんですよ。そりゃそういうことで、ね、それはもう攻め口がいくらでもあるわけだ。そうですね、うん、なるほどね。でもこうやってどんどんボロを出してしまって、うん、だから選択的夫婦別姓はほら一緒だから、一緒のとこだけはパクッといって、はいはい、そのそっちを、ね、うん、この雇用規制の緩和のところはもうガンガンいくぞって、まあ、保守からも攻撃できますよね、はいはい、だから負けるんじゃないですか、小泉さんが、あの政権取ったら、あ、選挙負ける、あ、選挙負けちゃう、負ける、あ、小泉さんみたいな人気のある人で勝てると思った、うん、思ってるけど、それ違う。あ、うん、あ、そう、だから、もともとね、私、ほら、この番組でももう何回も、はい、言わせてもらったと思うんだけど、はいはい、なんで自民党がこんなことになってるかって、うん、その、候補者も出せない、うん、出したら連敗、はい、そうです、ほら、2009年の時よりもひどいことになるぞって、それは誰もが思ってるわけじゃないですか。はいはい、でそれは2009年の時よりひどいことになるって言ったら、それは300議席あったのが119議席になったわけだから、181落ちたわけだから、300のうち、それよりもひどいって言われて今に至ってるわけでしょ。そうするとそこに政策の勉強もできてない、深みもできてない、しかも雇用規制の緩和とか、その全くその理屈も分かってないのにこれを言い出したって言ったら、うん、勝てますよ、うん、野党は、うんうん、なるほど、うん、それは野党の方は、でじゃあどこが、ま、誰がまずいのって、その高市さんがまずいでしょってそれは言いますよ、野党は。まあ高市さんの方が攻めにくいかもしれないですね、うん、それはなんでかというと、その7年8ヶ月の安倍さんの時代に、うん、これ国政選挙6連勝を果たした、これは保守現実派がいるわけだから、その保守現実派が今離れてるから、自民党はこういう惨状なので、この保守現実派を戻すのは、左翼の石破と小泉であるわけがないんですよ。確かにそうですね。これは保守現実派は、保守現実政治家が戻ってきたら、彼らも戻ってくるわけ、うん、そして無党派の保守層もここに来るわけ、うん、だから高市だと勝てるわけ。なるほど。その理屈を私はかなり言いましたけど、うん、自民党の人たちもそのほら自分たちも左翼リベラルだから分かんないんですよね、うん、小泉で勝てるって本気で思ってんだよね。あなたたち負けますよって俺党内で結構ね、高市潰してますかね。すごいすごい。すごい。すごかったの。今も進んでるけど。今もやってるんですが、それでも、それでも高市の方がこう伸びていくと。伸びていくと。これは、やっぱりね、私はその、まあ、去年その9月に、まあ、福岡から始めたわけだけど、それぞれのほら、私の知り合いに頼んで、この、高市のダブル講演会やってくれってことで頼んで、これ全国13カ所やりましたけど、その福岡の井上晴天さんっていうのに言うときに、このままでは可能性がゼロだと。けれどもみんな言われてみたら高市しかいないっていうことはきちんと言えばわかるはずだと。で可能性ないけど、これはまあとにかくやれることはやろうっていうことで、それでよしやろうって、それで福岡の千人大会が12月2日にそれでできるんだけど、それ何かって言ったら、そのもうあの時にその派閥も健在だし、無派閥の高市さんにそれは正直言って勝てる見込みないですよ、それは。けどその後いろんなことが重なってきて、それでそのもちろん LGBT のあれももちろんあるわけだけど、うん、でその増税メガネとかもずっと来たわけだけど、うん、そこで政治と金の話が来て、はい、それで、まあ、表向きとはいえ派閥がその解散って、はい、こんなこと誰も予想してないですよ。そうですね。それでこの間ある人と対談してたら、はい、もうこのこうありえない、その、このあれをずっと、この縁をずっとあれしてきて、高市は今に至ったってこと言ったら、いや、それは、
針の穴を通したってことでしょうと、うん、もう全く針の穴しかなかった高市さんの可能性を、その政治情勢がどん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 高市さんにこのそっちの方が寄ってきた、うん、あ、これは日本国がやっぱり高市さんでなきゃ滅ぶっていうことをこれやってくれたんだなって、なんかジャーナリストの私が神がかり的なこと言っちゃいけないので言いませんが、そのぐらい奇跡が続いてきてると思いますよ。それでどの討論会というかマスコミでもそのあるいは各番組に行ってあれしてるけど、誰も中国のこと聞かないでしょ。そうですね。これ最大争点は中国なわけで、もうここでも言わせてもらったけど、私この1年間ずっと言い続けて、東方41型核ミサイルで日本、この7発で日本を地上から消すことができるっていうその具体的な主張をはじめとして、ものすごいことに今中国がなってますよっていうことを私ずっと言い続けて、それにどういうふうにして毅然と対峙できる、あの、するかっていう戦略があるのは高市さんだけだから、だから私はまあ去年からやってるわけだけど、なるほど、うん、それを絶対聞かないの、うんうんうん。最大争点であるべき中国問題を聞かないわけ、うん、なるほど。そしたら、先々週の夕刊フジを見てたら、あの山上慎吾さん、はい、前オーストラリア大使の山上、慎吾さんが、もうズバリ言ってましたね、うん、総裁選の最大課題は中国であるって、うんうんうん、いやそうなのよって、ね、そうなのよって、もうこれが問題なのよって言ったら、うん、どの局どの番組に行っても今のところ聞かないです、ね、誰も聞かない、うん、で記事にも誰もしない、うん、けれどもそれも分かってきたら、うん、ますますこの数字は、はいはい、あの高市さんは上がっていきます、上がっていくと、うん、日本を救うっていうことで、うん、いや、あの確かにね、今の日本のことを考えたら、あの中で見たら高市さんしかいないと思ってる人たくさんいると思うんですが、うん、しかし党内の力学とか、うん、それでまず無理だろうと思っていた、うんうん、ここまでやっぱり来るものなんですね、うん、だから、松田さんも無理だろうなっていうふうに、要するにほら後ろ盾が、前は安倍さんがいたわけだけど、はい、そうですね、一番大きな後ろ盾を持ってたのは高市さんですよ、うん、で今はそのこの菅さんがこの小泉さんをやりっていうことで、それでまあいろんな勢力がこれ石破さんにくっついてあれはしたりしてるけど、高市さんは安倍さんはいなくなったけど、いわゆる安倍イズムというか、国家間のある日本国はどうあらねばならないか、国民の生命財産どう守らなければならないかって思ってる良心的な政治家はやっぱりいるのよ、うん、私今回それが分かりました。いろいろな人と話してみて、最後やっぱり高市に来たの、うんうん、もうそこまで言い切って、うん、もう決断出たよその人たちが高市に集まってきたのを見て、ああやっぱり日本国、自民党も大したもんだなと思いましたけどね。ああ、なるほど。そうなってくるとあれですね。あの例えば参政党なんかはちょっと攻めにくくなったね。かもしれない。ちょっとさ、小泉さんでお願いしますって松田さん言った方がいいじゃないの。いや立憲民主党もはっきり言ってるからね。小泉さんだと助かる。いやー、まあ、やっぱり日本のことを考えなきゃいけませんからね、はい、政治家はですね、はい、ということは、まあ、あれですね、ちゃんとそこには日本の国というね、守っていこうという意思がやはり多くの政治家の間にそれなりに働いてるし、また国民の中にもやっぱりねそういうのあるでしょうから、はい、そういうのがやっぱり高市さんが出てくると、まあ日本を取り戻すという方向にですね、はい、政治がこう向かっていくというふうになればいいです ね、うん、ですね、まさにその日本を取り戻すっていうのが、はい、これ安倍さんのキャッチフレーズなわけよ、はいはい、そうですね、それが安倍さんは最初強い日本を取り戻すって はい、したいんだけど、その時にそれの陣営 の、 自民党本部の方でそれの担当をやってた高市さんが、はいはいはい、長いのはダメだって強いをもう外させるわけ。なるほど。それで最後まで抵抗した安倍さんと外させた、うん、高市さんがあるんだけど、この間
あれの時に、あの3会議のあれの時に、それぞれ岸田首相だとか、それぞれ挨拶した時に、高市さんが 4人目ぐらいに出てきたんだけど、うん、その話もしてて、うん、で、今になったら、やっぱり強いを残しといた方が良かったって安倍さんの方が正しかったって言ってましたよ挨拶しましたよ、まあ、本当に強い日本ですよね、はい、それが取り戻さなきゃいけないですね、はい、いや、あの本当にあのメディアがなかなかあの、まあ、サーチできてない部分って言いますかね、突っ込み切れてない部分は見事にあのおっしゃっていただいて、まあ、これからの総裁選のまだまだ序盤戦なんで展開が大変楽しみです、はい、どうも今回ありがとうございました。どうもありがとうございました。